はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、5アウトのダブルスターガードスクリーンというね、スクリーンプレイを紹介したいと思います。1日1プレイね、そしてあなたがこの動画を見ると2点取れるようになるというような、そんなプレイになってますので、ぜひぜひ見てみてください。最近ここのところ私はですね、ずっと5アウトオフェンスのことを連載でこう動画作っています。で、5アウトってやっぱりこうすごく魅力的な戦術だなって最近思うんですよね。トム・ホーバス監督率いる、全日本代表もですね、5アウトやってますし、やっぱりああいうトッププロのね、選手たちでもスペーシングっていうメリットがあるから、5アウトはよく選ばれます。それからミニバスとか中学生の、バスケットボールをこれから初めてやるっていう年代にも、オールラウンドなね、いろんな技術が身につくっていう意味で、ファイブアウトはやっぱりいい戦術なんですよね。なので、この現代バスケット、やっぱり勉強していきたいということで、私もいろいろね、勉強をして、自分なりに体験したものを分かりやすい言葉であなたに伝えるというのが、この、チャンネルの趣旨になります。はい、簡単に今までの復習を少ししましょう。ファイブアウトオフェンスっていうのは、このコーナー、スロット、ポイントっていうね、この、5つのポジションで、3点シュートの外に全員広がるスペースの広いオフェンスのことをファイブアウトオフェンスと言います。はい。で、前回はですね、パスエントリーですね。この1番がボールを持っていて、1番がポイントガードで、ここにね、オンボールにスクリーンをしてドリブルで、ね、侵入していくっていうのもいいんですけど、それだけだとディフェンスは、先読みしますよねということなんで、だから1番がボールを持ってたら、まずハーフコートオフェンスに入ったらいきなりドリブルから入るんじゃなくて、パスっていう風にして、そこからアクションしていくっていうことをすると、ディフェンスは守りにくくなりますよっていう話を前回しました。で、前回やったプレーの主な一つのね、キーワードはシングルアウェイっていうことで、この5が4にパスをしました。パスをした後に、ボールの反対方向に1人がスクリーンに行くっていう、これをね、シングルアウェイって言って、まあ、この動きの中から、1番がカールカットしてもいいし、5番がスリップしてもいいし、パスがインサイドに入んなかったら、戻してオンボールスクリーンに入るとかね、そんな話を前回しましたので、まだ前回の動画見てないよって方はね、この後ぜひ見てみてください。で、今回は、このシングルに対してダブルのスクリーンで、はい、こういうスタガードスクリーンっていうプレイ、こういうのもあるんだよってことを、ちょっと覚えておいていただきたいんですね。イメージとしてはこうです。まず1番がドリブルで、トランジションでボール運んできますね。2番、3番はコーナーまで走っていて、4番は、このスロットに走る。で、5番が一番最後トレーラーとしてね、ゆっくりこう来るという状況なんですけども、まあ、1番がドリブルでこうずっと運んできた時に、5番がドラッグスクリーンします。っていうのもいいし、前回の動画で言ったパス、アウェイっていうのでもいいんですけど、もう一個のエントリーの方法として、このダブルスターガードっていうのがですね、この5番がスクリーン行きます。4番もスクリーン行きます。そして3番のシューターを上に上げるっていう、こういうプレーです。で、このスターガードっていうのは、スタッガードっていうのかな？スタガード。スタガードっていうのはもともと、ふらふらさせるみたいな、ふらつかせるみたいな、そういう意味なんですけど、まあ私はね、恩師の倉石修さんから、時差、時間差スクリーンっていうふうに教わったんですね。まあどちらでもなんとなくニュアンスは伝わると思いますが、こういう時間差でスクリーンを置いて、ディフェンスがね、こう4番にコツンとぶつかって、次に5番にコツンとぶつかるような、こういう馬がふらつかせるような、そういうスクリーンのことを、スタガードスクリーンって言います。で、大体ファイブアウトオフェンスっていうのは、この1番のスロットのポジションに、ドリブルの得意な選手。で、4番、5番がビッグマン。ね。ポイントのところは特にスクリーンになるような選手がいて、で、2番、3番はシューターっていうのが多いですよね。だからシュート得意な選手がこの2番、3番のポジションにいることが多いので、ここにですね、2枚のピンダウンスクリーンをかけると。で、4番がスクリーン、5番がスクリーン。そしてこの2枚のスクリーンを使ってギューッと上がってきて、ジャンプシュートを打つと。まあ、これ、ミドル2って書いてありますけど、もちろんね、スリーポイントでもいいわけですね。ギューッと上がって、このアウトサイドシュートを打つ。またはここから、そのままね、ディフェンスが本当に、ヒットしたんだったら、このままペイントアタックしていくというようなことができるスクリーンになります。まあ、先ほど言ったようにね、ふらふらするような時間差スクリーンなので、まあ、しっかりセットされると非常に守りにくいスクリーン。それがダブルのスタガードスクリーンだと思ってください。で、当然こういうふうにやるとですね、ディフェンスはどう守るかっていうと、この3番のシューターに対して、トップブロックって言ってですね、上をこう、行かせないようにバンプするんですね。要するに、この矢印の、線の上にこう、ディフェンスが立つような。で、これでバーンってこう、バンプして、行きたいところに行かせないぞっていうようなことをするんですね。そしたら、当然、裏をかくプレーとして3番は、
こういうバックカットがあります。はい。3番の選手がですね、X の3が先読みして上に上がるとか、あとはトップブロックって言って、このバンプしてね、上に上がらせないっていうことをやったりするんで、その時はスッとこう下に入って、バックカットするっていう、こういうこともね、考えておくと、まあ、ディフェンスからすると、ああ、やられたっていうね、そういう裏をかかれるプレーになるので、この3番の選手は、上がる、レギュラーのカールカットに加えて、バックカットってことも選択肢として、後出しじゃんけんのようにやるといいと思います。それともう一つね、結構忘れがちな選択肢なんですけど、この間を抜けるギャグルっていうプレーがですね、はい、こういうプレーです。3番がこう、カールで上がると見せといて、ここを行くんですね。そうすると、バックカットじゃないんだけども、結局は、このギューンって来ることで、イージーシュートをパスをもらえるということもあるので、結構このね、ディフェンダーが、なんかこう、どうせこの4を2枚こう、かわしてやろうみたいに思ってる時ほど、ギュンとこう、ショートカットして、ここでもらうっていうことも、スタンダードスクリーンの場合はあります。はい。で、この時に、3番がギュンと行きました。したら4番の選手がすぐにパッと上がってですね、この5番をある意味シングルスクリーンのように使って上がるっていうことを連続してやるとさらに効果的なんですね。はい、もう一回言いますね、今のところ。3番が4を使うんじゃなくて、間を抜けました。で、あ、間抜けたなぁと思ったら4番がギュンと上がって、もともと3番が行くはずだったところに、この5番のね、シングルスクリーンを使って上がるというようなことをすると、これディフェンスは非常に守りにくいんですね。ゴール下も空いちゃうし、かといって上も守んなきゃいけないってなるので、大体この4番のところまでがっちり守るっていうのはほとんど不可能となります。はい。なのでこういう形で、行くとですね、連続してギュン、ギュンっていうタイミングで行くと、この4番のところにはまず間違いなくパスが入るということになるんですね。うん。で、さらに、この後に4番の選手が、まあ、シューターだったらね、この4番の選手がシューターだったら、ここで3点シュートっていうのがいいと思うんですけど、まあ、大体この最初のスクリーナーになる、スターガードのスクリーンになる人っていうのは、こう、ビッグマンが多いんで、ここはあんまりシュート上手くないケースがあるんですね。ボール受けた時に。その時どうするかっていうと、この1番の選手がゲットアクションに入るということで、これも前回お話ししましたけども、パスをした後に、ビッグマンにパスをした後に、ガードがすぐ走ってって、手渡しパスをもらうプレイをゲットアクションと言うんですけど、まあ、こういうふうにパスしてすぐランをしてもう一回もらうと、これ、オンボールスクリーンと同じ効果があります。で、むしろね、オンボールスクリーンよりもディフェンスはパスされて走られた方が早いんで、ドリブルよりも早いんで、守りにくいんですね。なので、こういう、まあ、ゲットアクション、リターンパスの手渡しパスですね。リターンの手渡しパス。こういうのをどんどん使っていくといいんじゃないかなということで、これも、紹介しておきます。はい。簡単におさらいしましょう。スターガードスクリーンですね。こういう形でギューンと上がってくるプレーもあるし、バックカットもあるし、ギャグルすると。ギャグルした後は4番にボールを返して、ゲットに入るっていうようなことも、あっていいですよということですね。はい。ということで、今日のお話まとめていきます。ドラッグスクリーンに2人が行くことをダブルドラッグって言いますけども、ね、2人が行くっていうのをダブルで、そして時間差のスクリーンかけることをスタガードということで、オフボールに2人のスクリーンが行くことをダブルスタガードと言います。で、コーナーのシューターをフリーにするのが狙いなんですが、まあ、カールカットだけじゃなくて、バックカットやギャグルなど多くの選択肢がありますよと。で、さらに、スクリーナーがポイントでパスを受けたら、まあ、ゲットアクションでオンボールスクリーンにそのまま入っていける。非常にこう多様性なね、オフェンスになりますので、ぜひこの、ダブルのスタガード、これもぜひあなたのチームでお試しください。はい。ということで、ありがとうございました。このチャンネルではですね、いつもこんな感じでバスケットボールの、まあ、指導者の方のね、悩み解決になるようなお話をしております。今のところ頑張って週に2回放送してますので、ぜひぜひ、また次の放送でお会いしましょう。チャンネル登録をしてね、次の動画をお待ちください。またいいねのボタンを押していただくと、この動画がいろんな方に届きやすくなりますので、ぜひぜひいいねのボタンも押して応援してください。最後にお知らせ2つあります。1つ目は無料のメルマガ、ぜひぜひ登録してください。この下のチャプターにあのリンク貼ってありますので、説明欄からですねメルマガ登録していただければもう完全無料です。お金一切かかりません。なんかつまんないなと思ったらすぐ解約もできますので、メールアドレスだけで登録できます。で、メルマガ登録していただくと最初の1通目で、私から、プレゼントの動画があって、その後は2日に一遍私が直接あなたにメールしますので、ぜひぜひメルマガ登録しておいてください。それから、ラジオのですね、ボイシーっていうプラットフォームでは、私が毎日毎朝、バスケットボールの話とか、教育、子育て、コーチングフィロソフィー、そんな話をしてますので、ぜひこれも下の説明欄からボイシーの方ね、一回たどり着いていただいて、フォローしていただけると嬉しいです。はい。ということで、今日もありがとうございました。三原学でした。それではまた。